大倉村は山形県の北部、最上地方の南部にある人口約3000人の村。日本で最も美しい村連合に加盟する。村の南側の大部分は合山、葉山と、それに連なる山々に覆われている。村内を南北に縦断する道山川に沿った国道458号は、肘折以内が悪路の国道として知られている。 村の役場などの機能は、新城市にも近い村の北端、西上川付近に集中する。特別豪雪地帯に指定されており、大倉村中折地区に設置してあるアメダスの平年値は、年間走行節量1635センチメートル、年最新積雪は321センチメートルと、本州屈指の豪雪地帯である。大倉村清水地区は、 最上川の修運の積み出し港として大きな規模を誇り、中世には最上市の一門により清水港の対岸に平山城である清水城が築かれ、最上地方南部の両国経営の中心地でもあった。江戸時代に最上地方の両国経営の中心が新城藩に移ると衰退を始めるが、修運が廃れるまでは清水河港は繁栄を続けた。 では三山への三経路でもあった船形街道が通っており、本陣が置かれ、当地において、酒造業も営まれた。清水河口で陸揚げされた物資は、船形街道で、宇州街道船形塾まで運ばれ、そこから最上地方全体に運ばれた。一方、南部の肘折温泉は、湯治場として人気が高く、霊宝合算の登山口にもなっているため、現在にも続く。 大倉村の最大の産業である。さらに、佐賀江市との村境付近には、かつて、日本有数の銅山、幸代銅山があった。村内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、JR 東日本の山形新幹線、及び、大宇本線、陸道線、陸羽西線の新城駅。ありがとうございます。